ここが月光館学園の高等部で、これもまんまデジャブな気がするだね。まあいっか。まずは教室、もうちゃっちゃと済まそう。え、中入んの？校門から見ただけじゃアイニス全然わかんないと思うし。であります。しゃあね、行くか。ここが私たちの教室だよ。2年 F 組。あ、風花は隣の E 組だけど。見た目はその他の教室とほぼ同一であります。 F 組だけの特徴といったものはありますか？特徴か、ズバリ担任が尖ってる。あー、意義なし。とんがり帽子でありますか？いや、形じゃなくて、もっと普通に説明してあげた方がいいと思う。まあ、教室は勉強する部屋だね。勉強、うん、してるよ、バッチリ。は？いや、話題的に弾俺に飛んでくるなと思って先回りす。純平さんが賢いと会話が停滞するであります。ひど、アイちゃんひど。まあ、次行こう、次。ここは生徒会室だね。生徒の代表の人が集まって会議とかする部屋。ブリーフィングルームでありますね。生徒会室や、なんてったっけ、会計の子、ほら、メガネの伏見さん。そうそう、あの子ちっといいよな。口濃いメガネ、あんな風に似合う子いそうでいないぜ。で、外したとこ見たいってんでしょ。男子みんなそれ言うよね。違う、あー、分かってねえな。似合ってるこのメガネってのはちょうどほら居合いなんだよ。外したらすでに死にたいみたいな。全く分かりません。多分誰も分からないと思う。はい、次次。この部屋は何でありますか？ああ、ここは放送室よ。私もちゃんとは中見たことないけど、大変興味があります。ま、ちっとくらいいいんじゃん。純平。おお、結構本格的じゃん。使うときあんの？こんなスイッチいっぱいのテーブルとか。音楽 CD がずらり並んでいます。月光館学園校歌、応援歌、仰げば尊し。お、マイクある。あー、こうやってらしいマイクの前立つとなんかその気になんな。校長の話いちいち長引くのもなんかわかるな。私あれマジ勘弁してほしい。朝練明けじゃ拷問だよ。剣の舞、史上最大の作戦マーチ、天国と地獄。運動会とは過酷なイベントなのでありますね。なるほどな。っていうか、桐城先輩が演説するようになってから校長先生どんどん話長くなってない？確かに、大人はメンツにこだわるよな。先輩も先輩で毎度教師のプライド粉みじんにするような空気読まないスピーチかますしね、天然で。この CD は、ちょ、アイギス、何さっきから勝手に。効果、替え歌、一気コール、え、食べる前に飲む編、は、沈没船を救え編、え、今夜は返さない編というのもあります。うわ、やば。吹奏楽部門外不出品と書いてありますね。あの、よくないものだよね、それ。一体どこから？そこの鍵付きの棚であります。会場に2秒かかりました。ダメだっちの、勝手に開けたら。ああ、でもちっとだけ聞いてみて気もすんな。そちらの放送機材で流してみましょうか。ダメ、本当にダメ。私ら全員このまま永久に夏休みになっちゃうから。放送室はもうこのくらいでよくない？次へ行こう。